次はですね、何ですか。はい、次はですね、少し変わった猫ちゃんの爪研ぎ機というか爪研ぎ道具を紹介したいと思います。猫カン風ダンボール爪研ぎです。それでは VTR どうぞ。今回はユニークな猫商品をご紹介。それは猫カン風ダンボール爪研ぎ。猫ちゃんが大好きなダンボールと大好きな缶詰を合体させたこの商品。しかしただのギャグじゃありません。缶詰の中にはラウンドタイプの爪研ぎが内蔵。爪を研いでもクスが散らばりません。もちろん爪研ぎは交換可能。単体で別売りもしています。またカスタマイズしてオリジナルの缶詰にすることも。ホームページ内のテンプレートをダウンロードして文字や写真をレイアウト。形に沿って切って貼ればあっという間に出来上がりです。いや、専用缶詰はあなたの猫ちゃんも気に入ること間違いなし。他にも布やラッピングペーパーを巻いて楽しむ方法も。素材、色、形、カスタマイズは自由自在。お部屋のインテリアに合わせるのもおすすめです。これまでにも多くの猫ちゃんに喜ばれています。
猫缶風ダンボール爪とぎ、商品が気になった方は今すぐホームページにアクセス。猫ちゃんと飼い主さんの大好きをギュギュッと詰めて楽しんでみてください。ユニークでしたね、本当に。これ欲しい。これさっきから何回も言ってるけど。これ欲しいよ。欲しい、便利ですもんね。爪といでもクズが散らばらないっていうの。はい、こちら、はい、猫缶風ダンボール爪とぎが気になった方は、はい、こちらですね。こちらのホームページから購入できますので、ぜひアクセスしてみてください。アクセスするぞ。可愛いね。でもダンボールだから軽いし、うん、まあ。すごいね、あの捨てやすいっていうのもありますし、カスタムしやすいですよね、うん、あのお部屋のインテリアに合わせてっていうのはなるほどっていうね、確かに、うん、ちょっと浮き立ったデザインでも嫌がる人は嫌がるしね。ちょっとラッピングペーパー巻くだけで簡単にできてしまいますので、うんね、なんか映像を見ると、うん、あのすごいカスタムしてた人いましたよね、いたね。あのハロウィン、ハロウィン仕様、ハロウィンも、あとはゆゆあれもう上全部ベロンってなっちゃった感じになってたからね。オケになっちゃったみたいな。そうそうそうね、まあ、そういうこのぐらいのサイズかな。ちょっと今日はスタジオに実物がないのですが、まあ、ぜひね、逆にこの購入してみて、うん、あ、こんなんだったよっていう感想を番組まで送っていただければ。あ、そうですね、実際使ってる写真とかもあればそう見たいです。でこちらのホームページにはあのそのレビューというか購入された方の写真もいっぱい載ってますので、大体の猫ちゃんのね、こう参考にしていただければ、ね、はい、こんな使い方もあるのかとかね、あんな入り方もあるのかとか。あの缶のこのこれが可愛かったね、うん、これが可愛いね。あのこの部分までダンボールでこうちゃんと缶切りなしだけの感じだね。そう缶切りがいらないタイプのね缶詰になってるっていう。そこばっか喋ってたね。はい、ぜひね、気になった方は、はい、商品購入してみてはいかがでしょうか。お願いします。はい。